なんだ客か。久しぶり。やっぱり来たわね。君もここに起こっている異変の話を聞いてきたんでしょ。ここにもまた世界を変えそうな力があるものね。助けてもらった後、突然消えたりしてごめんなさい。だけど、あれは私の神がしたことでどうしようもなかったの。まったく客が多くて嫌になるぜ。お前まで来やがったか。やめときゃいいものを。
どいつもこいつも釣られるもんだな。だがこの曲がつ日は俺様のものよ。さっきも小娘が来やがったが、造作もねえ、追い返してやったよ。たっぷり痛い目に合わせてね。まずこんなやつに。お帰りなさい。邪悪な気配が消えていくのを感じたわ。ヤヒロのひもろぎ手に入れてくれたみたいね。もう曲がつ日は使われてしまってたの。約束してた通り、これは私がもらってもいいわよね。これで私の世界に近づける。私の神がきっと私に断りを。男よ、我は汝の心を見る。自由という名の愚か者よ、お前はその名のために病を担い、痛みを負い、果てぬあざけりを受ける。恐れるか患いを、恐れるか恥ずかしめを。ヤヒロのひもろぎを手にしながら人に渡してしまうものかね。創世をやめ混沌へと進む覚悟がついておるなら、それも無理からぬこと。なれどそれならば、そなたには超えねばならぬ。最強の獣を従えて現るマザーハーロットを相手に。なに、人の身を
の衣をまといし者よ。絶えず闇の中、深き絶望につながれる悪魔の心を欲するか。望むなら見せてもらおうぞよ、その心の奥に潜む闇を。そなたの魂と引き換えに。さあ、うんと可愛がろうぞ。死という名の最高の快楽で。あいや、死の宴を楽しもうぞ。
故この地を訪れたるや。その身の怒りはいかなるゆえぞ。私が感じていた力はあなたなの。そう、滅びてはいなかったのね。あなたが呼んでいたのかしら、ご頭天の。私は自分の道を切り開く力を得た。ああ、見えるわ。ヨスガを求める強き悪魔たちがこの地へ集い来るのだ。この手なら掴めるはずよ。理想の国が、私の理想とする世界が、재미있게 보셨나요？영상설명에있는블로그사이트에서여러가지소개해드릴내용들도있으니부디방문해주세요。채널구독및좋아요눌러주셔서응원꼭부탁드립니다。시청해주셔서감사드립니다。